ルートビヒ・ベイーバーは、オーストリアの声楽家、音楽教育者。記事のウィーン方言により、ウェイバーと表記される場合がある。ウィーンで生まれる。ウィーン応用芸術学校で、アルフレート・ロラーの絵画と、空間演出のアトリエで学んだ後、イタリアで、アルフレッド・ボルッタウに声楽を支持した。1920年にウィーン・フォルクス・オーパーでデビューし、1925年まで在籍した。 その後、ブッパータール、デュッセルドルフ、ケルンを経て、1933年からは、ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場のメンバーとなった。クレメンス・クラウスの指揮の下で、1938年には、リヒャルト・シュトラウスの平和の日の初演に参加した1945年から、引退するまでは、ウィーン国立歌劇場のメンバーで、約800回の公演で33役を歌った。 ザルツブルク音楽祭では、1939年から1947年まで、マテキ、ザラストロ、ドンジョバンニ騎士団長、高級からの誘拐オスミンなどを歌った。コットフリート・フォガイネムのダントンの詩の制作にも参加している。特にワーグナー歌手として知られる彼は、1951年から1962年まで、バイロイト音楽祭で、グルネマンツ、ハーゲン、ファーゾルト、 マルケオ、キクレル、ダーラント、ポーグナー、コートナー、ハインリヒデア・フォーグラーを歌った。彼は1930年からパリのシャンゼリゼ劇場に出演したほか、ミラノのスカラザ、コベントガーデン、ブエノスアイレスのコロン劇場、フィレンツェのミュージカルマイなど、世界中の主要なオペラハウスに客演している。オペラのほか、リートのリサイタルやオラトリオの歌唱も数多く行った。 1961年からザルツブルクのモーツァルテウムの教授となった。ベーバーは20世紀で最も丸みがあり、温かく、最も調和の取れた強力なバスの声を持つ一人として認められた。また、キャリアの最後まで声量と音色を保っていた。代表的な役柄として、パルジファルグルマネンズ、神々の黄昏ハーゲン、ラインの黄金ファーゾルと、 トリスタンとイゾル・デ・マルケオ、モーツ・アルト、マテキ、ザラストロ、ベートーベン、フィデリオ・ロッコ、ムソルグスキー、ボリス・ゴドゥノフ・タイトル・ロール、リヒャルト・シュトラウス、バラの騎士・オックス・バンシャク、影のない女、バラクなどがある。性質や歌うスタイルの観点から、クルト・モルは、ベーバーの後継者と呼ばれることがあった。1974年12月9日ウィーンで死去。75歳ボー 彼の墓は、ウィーンのグリンチンガー墓地にある。ありがとうございます。